三井物産のダブル増配&累進配当で株主還元はさらに上。こんばんは、ふくりでふえるです。今回のテーマは三井物産の株価予想です。ぜひ最後まで見てください。目次です。1、企業分析。2、決算分析。3、株価予想。この順で動画を進めていきます。まずは三井物産の企業分析から。三井物産は大手総合商社、売上高3位の日本を代表する商社です。売上の特徴の一つとして、三井物産は全体に占める資源の比率が高いということがあります。7つのセグメントと16の本部からなり、トレーディングと事業経営、事業開発を両輪に、金属資源、エネルギー、機械インフラ、化学品、鉄鋼製品、生活産業、次世代機能推進の7つの事業を行っています。23年5月2日に発表された決算では、純利益が前期に比べて2159億円増えて1兆1306億円となりました。原油ガス価格の上昇とLNG 物流を主因に、エネルギー事業が大きく伸びたこと、自動車商用車事業並びに船舶事業の好調を主因に、機械インフラ事業も前期に比べて増益となりました。23年3月期の結果は、基礎営業キャッシュフロー、同期純利益ともに1兆円超え。基礎営業キャッシュフローは従来予想していた数字よりもさらにプラス55億円、同期純利益もプラス506億円でした。第3四半期で上方修正をした際には、エネルギー事業における LNG トレーディングのプラス分600億円が大きく寄与していました。このように、三井物産でよく出てくるのが純利益と基礎営業キャッシュフローです。基礎営業キャッシュフローとは、営業活動によるキャッシュフローから運転資金の増減にかかるキャッシュフローを除き、リース債務の返済による支出額を減算したもの。キャッシュ創出力を測る三井物産の定量目標の指標の一つです。なぜ基礎営業キャッシュフローなのでしょうか。普通は一株利益 EPS が増えていくことで株主の利益も増えるとされるので、当期純利益が増えることが良いとされます。三井物産の場合、会社に最終的に残る当期純利益ではなく、基礎営業キャッシュフローを気にする必要があるのはなぜなのか。それは、三井物産がこの基礎営業キャッシュフローをもとに株主還元策を決定しているためです。株主還元の原資となるのは、普通は当期純利益で、その何割を配当に回すか、というのを配当成功と呼びます。例えば配当成功 30% と企業が明示していれば、純利益の3割を配当で還元するということです。三井物産の場合、この株主還元の原資となるのが基礎営業キャッシュフローなのです。基礎営業キャッシュフローはいわば企業の稼ぐ力、つまり稼ぐ力が増えれば増えるほど株主還元も強化されます。三井物産は基礎営業キャッシュフローをベースに総還元額の方針を定めており、一般的な配当成功に代わるものとしています。今年発表された新しい中期経営計画では、2026年3月期まで基礎営業キャッシュフローの総還元割合は 37% を目安としており、これは配当額プラス自社株買いを基礎営業キャッシュフローで割ったもので計算されます。基礎営業キャッシュフローをもとにした総還元成功は、3年ごとの中期経営計画で見直され、拡充が継続しています。18年から20年は 28% だった数字が、今回の中期経営計画では 37% にまでアップ。継続的なキャッシュフローの拡大に応じた増配と自社株買いによる資金効率向上に基づくものなので、企業の成長とともに
株主還元も強化されているということです。またもう一つ朗報もありました。今回24年3月期の配当を従来の140円から10円増配し150円と決定。またその年間配当150円を今後の下限配当とし、配当を維持または増配していく累進配当制度を導入します。株価は今後も上昇するのでしょうか。コロナ禍以降、バフェット氏が投資したというニュースや資源価格の高騰などによる業績の勢いもあり、株価は現在過去と比べると高値圏にあります。しかしながら今回の中期経営計画の印象を見ると、今後も収益力は増えていき、企業としてのさらなる成長を感じさせる内容です。累進配当導入はそういった今後への企業の自信の表れでもあると考えます。続いて三井物産の決算分析に移ります。現時点での三井物産配当利回りは、配当利回りとは現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか、日本株平均 2% 以上を高配当株と判断した場合、三井物産の現在の配当利回りは 3.52%。 今期24年3月期は配当が140円から150円に増配される予想です。これは7期連続の増配。配当は9月と3月の年2回。今後は150円を下限に累進配当制度も導入されます。続いて PER 株価収益率です。株価が1株当たり利益の何倍になっているかの指標です。コロナ前5年間の日本株平均 16.6 倍以下を割安と判断。三井物産は 7.4 倍です。過去3年間の平均的な PER 水準は 9.54 倍なので、そこから見ると割安の水準。特にここ2年間は業績が絶好調で収益力も高くなっているので、過去に比べると PER も低くなっています。続いて PBR 株価純資産倍率です。株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標です。今回はコロナ前5年間の日本株平均 1.25 倍以上を株式市場がのれん、ブランド価値を高く評価している優良企業と判断します。三井物産は 1.02 倍です。続いて売上成長率。直近5年間で年何パーセント売上が伸びているか、 4% 以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。三井物産は 23.9%。 続いて経常利益の成長率です。直近5年間で年何パーセント経常利益が伸びているか、 4% 以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。三井物産は 20.7%。 次に生産性です。従業員1人当たりの経常利益はいくらだったか、300万円以上であれば日本株の平均以上と判断します。三井物産は3146万円です。最後に ROE 自己資本利益率です。企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか、企業の所有者である株主にとって利回りにあたる指標です。 10.6% 以上を日本株の平均以上と判断。三井物産は 18.9%。 今年から3年間の新しい中期経営計画では ROE12% を目安に経営を進めていきます。続いて三井物産のチャート分析に移ります。ここ半年間の直近の株価は4000円前後で推移。23年3月の純利益が1兆円を超えそうだという情報修正が出た11月の第2四半期決算時に株価は大きく上昇。その後は今回の中期経営計画の発表がどのようになるのか、様子見をするかのように株価は横ばいが続いていました。少し長い期間で1週間を1つのローソク足で表した週足のチャートを見ると、
コロナ禍以降きれいな右肩上がりを継続しています。すべての移動平均線が上向きで、長期線となる青が支持線になっています。では、長期はというと、長期的にも株価は右肩上がり傾向。三井物産は作る、育てる、広げるというビジネスモデルで、従来の卸売業としての商社の形から脱却し、完全に新しい形の商社として今後も成長発展していくと考えます。ここまでを一旦まとめると、三井物産の直近の株価は4000円で横ばい傾向、長期的な株価は上昇が続いています。今期24年は資源高の落ち着きなどもあり、23年に対して 20% の減益が予想されています。それでも事業ポートフォリオの変革によるキャッシュフローの実力値は安定的に1兆円規模を見込めるように底上げされてきました。2026年までに非資源による比率を5割まで高め、資源に頼らない安定収益の成長を目指します。減益予想にもかかわらず株主還元を強化した背景には、このようなキャッシュ創出力への自信の表れが見えます。ということで、三井物産の株価予想です。ウェルの個人的な株価予想は4262円から5000円まで上がると予想します。以上です。高評価チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。コメント欄にてぜひあなたのご意見もお聞かせください。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。